今回購入紹介するのは、要するにね、パソコンを新調して、その際に机も新調したんだよね。パソコンディスクを。ちょっとちっちゃいやつなんだけど、家が狭いからね。で、その際に、今まではお膳でやってたんだよね。お膳で、ちょっと食事をするね。隣なんだよ。ゲーム。ゲーム。で、その時に、チンパはね、どうも下に手を置いてするのは苦手なんだよね。自分のほら、体の下の方に座りながらして、下ろしてやる。こういうふうに。やるのがちょっと苦手なんだよね。で、肘をそのお膳に乗せてやってたんだよね。肘っていう手を肘から先をさ。そしたら、なんかね、肘の先がちょっと、なんていうの、なんていうのあれ。カサカサっていうか、なんていうの。皮むけてる。そう、ちょっとそうして痒みが出てきちゃったわけよ、ずっとね。で、だからちょっとね、環境を変えようと思って、そのパソコンの方へのパソコンモニターの方でね、ちょっとモニターも新調して、ゲームをブレステ5とかね、そういうのを持ってったんだけど、当然パソコンディスクの方だと、ディスクに手を乗せる幅がないんだよね。そんな長い幅はさ。そうすると、手が下がってやると結局、椅子の上でさ。で、それがなんか改善できないかなと思ってたら、なんかこういう、こっちでっかい方なんだけどね。こういうのが出てんだよね。これはなんか椅子に挟んで、椅子と膝の、膝って太ももの上に乗せるのかな、の間に入れるのかな、挟むのかな、こんな。そう。これ今見せるんだけど、説明しに、こういう風に。そうすることによって、この状態ができるんだよね。机ができるみたいな。そうそう。で、チンパ今までこの状態でやってたんだよ。もっと前のめりにはなってんだけど、お膳だから。で、そうすると、この膝がね、膝じゃない、肘がちょっと悪くなっちゃったから、それを改善したいなと思ったんだけど、やっぱり手が下になると嫌だから、で、これだとクッションって類のものなのかな。柔らかいんだよね。だから、こういうふうにね、柔らかいの。だから、そういうふうになんないかなって、硬いお膳と違って。っていう感じで、ちょっと買ってみたやつ。そう、パソコンとかやるときもこういう。そういうの楽に。要するになんで、ほら、そういうのもあるよね。まあ、これが紹介したのもその一つなんだけど。で、もう一つが、まさにそういうやつね。肘の上に置くやつ。肘の上じゃないんだ。そう。こういうふうに。手のところ？そう。に置くやつ。これで手首が疲れないっていうのかな。これもなんか、あった方がいいかなっていうの。あとその鳥さんに、そう。餌をあげるときに肘をついちゃうんでしょ？そう。その肘をつくときに、これを引いとけば、そう。クッションになって、肘が守られる。そう。スーちゃんと大抵パソコン机の上で遊んでる。そうすると、その時に、肘をついてて、ほら、餌も、スーちゃんはね、人間の手から食べるんだね。一人でそんなに食べないわけよ。だから人間が餌箱を持って食べさせるんだけど、その時にこんな形でさ、マウス握りながらこんな形であげてるわけよ。そうするとここがついてるわけよ。この机にね。机の部分に。で、そうするとここが、なんだ、痒くなってくる。痛みとともに。だからそれがちょっと防げるように、これ、こういう風にしようと。で、今はハンカチとかは引いたりして、タオルのね、タオル系のハンカチとか引いたりして、なんかかわしてたんだけど、それもなってことで、ちょっと売ってたから、ちょっと今回購入してみようかな。で、割引率はどれぐらいなんだっけ？なんかこの、今言ってる。あ、こっちね。こっちが、16% オフの4,900円。で、この、なんで、この大きい方？売り切れちゃったみたいで。売り切れたみたいな。自分たちが買った時は、まあ、なんて、何パーセント引きかわかんないけど、8300円。だった、そう。で、高いんだけど、実質、体に異変が出ちゃってるから、痒みっていうね。めっちゃ痒いの、本当に。カサカサになってて。めちゃめちゃ痒くて、オランはね、それを楽しみにしてんだけど、その虫取るの、皮が剥けた顔をね。だから実質体に異変が起きちゃってるから、なんか死ぬほど言ってないなんですよ。めっちゃほんと痒いの。薬塗るぐらい痒くて。で、他の時痒くないのって言ったら痒くないんだよね。ほんとに。そういうことやってる最中だけすごい痒いわけよ。なんとかしたいっていうのを、もうな、気が狂いそうっていうの。
かゆみにしかも弱いね。そうそう、弱いね。だから、ちょっと、やろうかなってね。これで改善できると思うね。実際ハンカチとか引いてれば、改善できてるから。うん、でも、いちいちめんどくさいわけよ、なんかね。うん。だから、いいかなって。特にね、こっちを期待せん。ゲームやるとき楽かな、うん。っていう感じの、なんだっけな。自分的には、なんかその、スーちゃんと遊ぶとき、ね、うん、時と、あの、ゲームやるときに、うん、なんとかして肘を保護しようって、ね、うん。やりやすいようにって、うん。っていう感じで、今回購入させていただいた、なんだろうな。だからな、肘置き。肘置きと、なんだろう、なんつうの、ネック、ネックじゃない、ネックじゃない、なんだっけ、アームレスト、あ、そう、アームだ、アームレスト、アームレストってやつね、うん、なんだけど自分で膝、肘置き、うん、うん、肘置きに使おうかなと思ってます。リストレストだった、うん、こっちがアームだった、こっちはアームレスト で、こっちはリストレスト、リストレスト、手首だね、うん、うん、だけど肘置きっていう、うん、感じで使いたいと思います。じゃあ以上です。